イス、どうもニエトノです。今回は新女神転生シンクロニシティの続きやっていきたいというふうに思います。はい、ここからですね、ステージ4誘惑でしたね。はい、やっていきましょう。で、ヌエかな、こいつ。ウィークが風とあのスーツか。じゃあスーツに変えよう。あ、いいダメージ。このスーツやっぱ効くやつにはめっちゃ効くね。お、デモニカ OS、 有毒ガスを検知しました。この先に有毒ガス滞留あり。空気浄化モードオン、化学分解モードオン、マスクフィルター正常。有毒ガスに対応しました。本スーツは毒ガスを無効化できるように設定が更新されました。便利なスーツ本。これで毒ガス地帯を通れる本。あー、じゃあこれ通れなかったのか。あー、なるほどね。じゃあスーツ取ってからじゃないと結局ここには進めなかったっていうことですね、おそらく。うん、で順番として間違ってなさそうですね。お、あいつなんだっけ、トートトート、うん、なんだっけって言っといて名前見てしっくりこないパターンのやつだわよいしょ。そういえばこれチャージできるの。あ、できるね。強っチャージ強っ。え、めっちゃ強いじゃんチャージ。あ、よいしょ、強いねチャージ。フォーモリアだ。え、今の突進はやばげ。あ、ブロックできるスーツだと。あ、じゃあフォーモリアも余裕だね。あ、待って、これなんか敵乗っけとかないとダメだったパターンの気がするわ。やり直しまーす。よいしょ、大盛り屋のそれは効かない。よし、あ、ちょっともうめんどくせえってあー、ごめんね、グダって。次こそはちゃんとやるわ。よし、だからあの弾が残ってない状態で画面スクロール進めないとダメってことだよね。危ねえ。なかなか死なないね。あー、だからこれダメだ。よし、これでいけばいいと。で、予想なんだけど、これさ、このままこうやってもさ、いけるんかい。いや、予想っていうのはね、凍らせないとダメなのかなとかちょっと勝手に思ってたんだ。ザントマンだ。これ風のやつだよね。こいつは知ってるよ。よしよしよし、レベルアップしました。11レベルにもなったけどさ、アタックとかディフェンスって増えてんのかなこれなんかよくわかんないんだけど、あんまりレベルアップによるその強さみたいなのを感じてないんだけど、まあ強くなってんのかもしれないね。さあ、これは倒しちゃダメっぽいけど、いる場所がうざすぎる。ええー、なー、よいしょ、小ざかしす。よし、よいしょ、よいしょ、いい感じ。危ね、危ね、危ね。あー石にも対応してよこのスーツ。あ、回復ありがてえ。タイミングがいいですね。さあ、セーブできました。次行きましょう。ザントマン、なんかあれみたい、ウルトラマンの出来損ないみたいこれなんだ、これあんまりなんか意味を感じないんだけど、まあいいや別に。よいしょ、おーっとおーっと、チキった結果ダメージを食らう。なんだお前、めっちゃ飛びついてくんじゃん。待って、そこ届くのお前それはちょっと卑怯だわ。よいしょ、なに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 。あー、今さ、待って、とっさにさ、必須スキル技みたいなやつ押したんだけどさ、なんかクソ強いの出なかった気づいてなかったわ、あんな強い攻撃あったんだ。あー、ちょっともう苦手だわこういう波状攻撃みたいなの。
よいしょよいしょよいしょ。まあ縫えは別にねそんなに怖いもんじゃないからいいんだけど、これ今回血返しの弾使っちゃいそうだな。待って、連打連打。コウモリはもう別に突進してくる前に倒せるから。お金がめっちゃ溜まってくね。ザントマンちょっと厄介だな。波状攻撃が過ぎるわ。お？ああ、素直に降りてたら、あれね、戻されてたってやつね。で、これ壁の色違うね。今回は気づいたよ。バジリスクタイム。よし。これ体力上がるやつだ。よっしゃ、嬉しい。120になったね、これで。さあ、ああ、上登れない。バイバーイ。ああ、よいしょ。結構順調じゃない？今回。もう回復まで来たよ。てか、めっちゃボスっぽい雰囲気がするよ。あ、まだだ。ちょっと待って待って待って。出だしが悪かった。よし。おー、なんか、和風な感じになってきた。最初の雰囲気的には和風っていうよりかは、なんだろう、インドっぽい感じ？エジプト？っぽい感じだったけど、あーこれ握り玉とかミニギ玉とかそういう何玉のやつだよね。収めろってか、ここにそんな感じがするね。ってことは左側行ってその玉取ってこないといけないかな。あれ、これ取れないよ。え、取れないんだけど、どうすんだこれ。え、おっと待って、謎解き要素にぶつかった。え、左行けないでしょう。あー、行ってないところあるな。そこ行くか。じゃあこれ何もなさそうだもんね。まだ行けないし、アイテムも持ってないし、うん、行けなさそうなんで、ちょっと戻りますね。戻るとこじゃあカットしようかな。っていうかこれ上行けないんだけど。え、どういうこと。ちょっと待ってね。まさかの積み？これ。え、いけないよね、これ、上に。もしかしてさ、ここまで来ちゃったらさ、積みだから死んで戻れってこと、あれ。え、マジで？嘘じゃん。え、でももう戻る方法ないよね。あ、待って、1個だけいけるかも。凍らして、あー上乗れないんだ。じゃあダメっぽいね。死にますか。血返しの玉の演出を初めて見るのが自殺ってちょっと嫌だけど、しょうがないね。多分罪だわ、ここアイテム持たずに来たら。まあ、コンティニューで戻れば、血返しの玉は残ってるね。素晴らしい。じゃあ、地図的に言うと、これ右進んじゃダメですね、まだ。一旦戻らないとダメっぽいですね。じゃあ、戻りますか。行きましょう。いや、ちょっと調子乗って進みすぎたな。あ、これ殺しちゃダメなやつだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほい、さ。ほい。フォーモリア、フォーモリア、危ない。近距離で撃たないとあいつ間に合わないわ。さあ、ヌエキチ、ヌエキチもまあ弱い。よいしょ。ザントマンは基本無視でいいんじゃないかな。結構うざいしね。バジリスクもなんか最初だけでしたね。ここピョンピョンしてるのが邪魔すぎただけで、別にそれ以降そんなになんとも思わないな。さあ、トートさんがね、頭をガンガンぶつけてくれるおかげで次に進めますね。よいしょ。あー、これはさすがに倒す。ザントマンも、あ、いて、先に接近できればそんなに強い敵でもないからね。ここはまだか、この下ですね。バイバイトートさん。スライムもね、倒して経験値取っときましょう。さあ、で、これ倒して、この下か。下だね。え？この下ってここじゃない？あ、このさらに右か。一
てなかったわ確かに。行こう。はいはい。お、ラッキーリングですね。リングとその下に何もないのこれ。さらに右が行ける。よし。あー、なんか進めそうだ。よかったよかった。何この隠し多いな。隠しじゃない隠しみたいなの多いね。まあ先に上行くか。あーね、上結構おアイテムがある。あれどうやって取るんだろう。実は入れるみたいな、入れないみたいな。ちょっと待って、どうしようかな。どっち先行く。これ上つながりそうだよね。でも回復のところとつなげとくか。いや結構長いな、くね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 と。あ、待って、ここがあれか、さっきのところか。はい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 。なるほどね。じゃあ、つながってないけど、まあ、つながったみたいなもんだね。次行きましょう。お、ワープポイント。ありがたい。これでちょっと楽になった。けど、コウモリアがいるだけ？って、初めて食らったわ。待って、これだけ？本格的にちょっとわからなくなってきたなこれ。でワープあるってことはだ、多分なんだけどさ、どっかしら別んとこワープして必要なアイテム取ってこいってことじゃないかなと思うんですよね。これはちょっとそろそろあれかな、探索パート的なものが必要になってきたかもしれないですね。この下多分行けないもんね、現状。行けないね。難しいぞ。ちょっといろいろ探さないといけないかもしれないね。ひとまずセーブしに行きます。よし。いや久々に戻ってきたなこのステージ。よし。とりあえず、まあ、セーブして、で今まあちょっと考えたんですけれども、まあマップの中の空白になっている部分っていうのがあるので、その付近をねちょっとうろちょろしに行こうかなというふうに思いますので、ちょっと早送りかカットか何かして行こうかなと思います。移動中はねあんまりあれかなと思うので、面白みないかなと思うので、はい、ということでね、まあ、早送りかカットで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今ね、まあちょっと早送り直前で切ってるとは思うんですけど、フロストのねジャンプ下攻撃で空中その軽くね浮遊するような感じのやつでここ行けましたということで、ちょっと進んでいきましょう。でこれ多分降ってくるよね。降ってくるよねお前ね。もうお前は知ってるんだよはいはい。いやなんか進みそうこれで。あ、弾があるね。風の
魔法が使えそうな予感だね、これ。よいしょ。はい。巨大な竜巻の疾風で攻撃。マハザン。マハザン覚えた。おー、おー、強そうだけど、ちょっと求めてたのと違うかな。マハザン。おー、強いね。強いけど、いや、俺が求めてたのは攻撃とかじゃなくて、なんかステージを次に進められるような何かだったんだけど。どうしようかな、これマジで。じゃあちょっとね、また探索パート続くと思うので、はい、早送りでいきたいと思います。はい、ですね、申し訳ないんですけれども、ちょっとね、今回のパートここら辺で終わろうかなと思います。最後の方ね、カットばっかり、カットというか早送りばっかりになったと思うんですけれども、次回までにね、ちょっとあれしときます。めぼしいところ探しといて、です、探し終わってからちょっと動画撮ろうかなと思います。はい、ちょっとね、本当申し訳ない終わり方なんですけれども、すいません。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それでは、さようなら。